先に立ち上がれますかね。もう一度狙う、もう一度狙うぞ、新井由紀。ライバル宮本にファイナリー、脳天を捉えた。がっちり抑え込んでカウント3、勝者新井由紀。ちょっと赤井選手が戸惑ってますよ。え、何ですか。え、なんだろう、気になりますね。ハンバーグの、ちょっと待ってください、花道。新井由紀がなんか来たわ。ゆかさんと水木さんが持ってるそのタッグのベルトに私と赤井咲さんで挑戦させてもらいたいです。赤井さんはちょっと忙しくて今いないんですけど。なんやそれ。なんやそれ。いや、でも気持ちはしっかり共有してて2人で挑戦、はい、言ったの、ちゃんと言いました。なので挑戦したいなっていう気持ちで来たんですけど、私はまだ1年ちょっとで先輩方に比べると短い期間だと思うんですけど、その間に赤井さんはもちろん、ゆかさんや水木さんが近くでかっこいい背中をたくさん見せてくれて、その姿を見て私はもっと強くなりたいなって、勝ちたいなって、その姿を見てそれがすごく原動力になっているので、そんな先輩たちに私は勝ちたいです。よろしくお願いします。いいよ、やろう。お願いします。でも何かやってくれるのではないかというですね、その未知数なパワーというものをこの令和の英英法には感じることができます。さあ、坂崎由香対新井由紀です。トップコーナーを狙った水木に対して新井由紀が、おお、蹴り落とした。あー、すごい。そしてここで赤井が動く。エプロンサッカーボールキック。令和の英邦が肉薄しています。さらに水木が、おお、カウント2、そこに坂崎ティータイム。距離を取った赤井咲、狙いを定める。新人賞をかわした坂崎が捕まった。マジカルベリー、そこにブート、そしてグッと止めた。だがそこにファイナリー。今度は坂崎由香が体を張った。ケツあるコアトラ。新井が構える。ダブルのキック。ダブルの新人賞ですね。ダブルの新人賞。坂崎真由香、赤井咲選手に頼りっぱなしではダメだということは分かってるらしくて、この状況で来るか。おお、コーナーパットに叩きつけて金引く。このチャンスをつかめ、ああ来るか、来る。いや、まずか、いや、まずはこのブート。落としていく遠慮、これを赤井咲止めた。新井由紀も入ってくる。令和の英邦ダブルのブレイン、おお、前落とし。
ック、そこにダブルの先天勝アラン・ユーティック、コーナーに持っていく、おー足が伸びた、ファイナリー、まともにもらった、カウント3、勝ったのはチャンピオンズチーム、令和の A4。でもおあつらえ向きに赤い幸、そして新井由紀、ベルトが3本あります。プリンセスタッグ選手権試合スタートです。後楽園ホールは大ポムコール、まあある意味今日の主役はポムですよね。これはね、この歓声を力にしてチャンピオン、おお、ポッポーチョップ、そうですね、ラッカーいますね、おお、入れないですからね、渾身のピーアタック、許さない、かわして、なんだ、足を取って、さらに、ああ、これは丸め込んだ、チャンピオンチーム、新井由紀、赤井幸、令和の A4、 3度目の防衛に成功です。遠くから見てる分にはこのハイザーとマックスのビジュアルめちゃくちゃかっこいいんですけどね。はい、あの対戦相手にならなければ大丈夫です。そうなんですよ、旗から見てる分にはめちゃくちゃかっこいいですね。すごいかっこいいんですけど、マックスインペーラーを削れている、おー、ダブルの新人賞、さあ任せましたよ、フィニッシュに行けるか、新井由紀が狙っている、いくら怪物マックスインペーラーでもこのファイナル、片手で片手で失礼か、いや立ち上がった、かわして、ああ今のはきつい、マックスインペーラーは今の新井にとっては、あどうしました、あ下なめずに新井由紀を足を、ザ・ウエストランドウォーパーティーが合体、そのままボディープレス、新井由紀ここまでか、令和の A4 快進撃を止めるのはウエストランドウォーパーティー、そうじゃマックスインペイラー、コロシアムでいよいよ激突します。サーゴングです。さあ躊躇なく顔面を蹴られていくドロップキック、だがアジャコングは倒れません。ならば倒れるまで打っていく、それでも微動だにしないアジャコング、涼しい表情です。さあ今度はロープに振っていくが、これも軽々と振り返されてラリアット、気合い手に対してはもう一発、今度はクリーンヒット、計3発のファイン、うおー、ニアフォール、ロープ近かったですね、思いますね、今の新井選手一発でアジャコングを倒す、ロープ難しいはずです。うわーっと鉄柱、あー厳しい、困れています。だが新井立っている、おお、ここからチャンスだ、もう何度となく何度、ああ払われた、頭ではなく足です、堂々と使っていきます。あったの点、バックに回られた、恐怖がよみがえる、あの恐怖がバックドロップ、必殺のダイビングが壊した、アジャコング100キロ超えの体重が自分に返ってきた、新井由紀大チャンスだ、
と危ないですよね。いや本当に何発も決まってますからね。アダの倒れ込みラリアットを返す。荒井由紀返す。アリは待っているが危ない危ない危ない。垂直落下してブレインバスト。ここまでか荒井由紀。カウント3。勝者アジャコング。荒井由紀がアジャコングに植え捨てた痛みというものを残しました。